だけどね。ガランとした部屋は何にもなかった顔で知らんぷり。これからどうするんだい。カチッ鍵をかける音。階段二段飛ばして駆け下りて今捨てたゴミ袋開けた。駅までの帰りは吐く息も真っ白。ポケットに入れた手をぎゅっと握りしめてみる。線も入ってない便箋、ちょっと斜めに傾いた字。過ごす私は洗濯物たたんでパチリタッチ電気。今日と同じくらい寒い冬の日、その表紙に思い出すの。喧嘩してもうさよならって君が言ったらうなずきた。その時の街の日が道に落ちて、